はい、じゃあ聞いてみてください。全音符書きます、まあ、これが全音符の大きさと思ってください。これ半分にします。そうすると1個2個になります、まあ、ケーキと思ってもらってもいいね。ケーキを半分にしました。2個分あります。なんで2これここのここの部分ね、ここの部分は2分音符の大きさ、書かなくても大丈夫で2分音符の大きさです。1回ちょっと消しちゃいます。そうっていう形です。じゃあさらに半分にすると、まあちょっと質問したいとこなんだけどね、4個になりました。なんでここ1個分は4音符分の大きさ、そうってなります。なんで3がないっていう、半分にしちゃうと3って出てこないんですね。じゃあ4、これをさらに半分にすると何個でしょうってすると、今動画撮りながらやっちゃってるからこれ8になるんですね。でさらに半分にすると、もうねケーキだと悲しくなっちゃうね、こんなちょっとしか食べられないでね、16っていう、はい、なんであるのは、まあ、全2、4、8、16しかありませんっていう、なんかこうケーキを半分にするっていうイメージですね、はい、なんでさらに半分にするともう算数の得意な人はねどんどんできるけど、32とかね64とか128ってあるんですけど、もうここ、ね、僕これの全部書くないもうもしここまであの理論上はもっとあるんですけど、もうこれ以上ね早すぎて叩きません、もしくは聞き取れません。はい、まあ違う例えすると、 A4 の紙あるでしょ、まあ、普通の紙でもいいんですけど、紙を37回折ると宇宙まで行くそうです、計算上ね。紙を半分にして半分にして半分にしてっていう風に37回折ると宇宙まで行くんですけど、多分8回ぐらいでちぎれますまあ無理なんですね、っていうものです。以上です。